ここからは構造分野に関して林からご紹介をしていきます。まず構造系の新機能、レビット2 0 2 3とレビット2 0 2 3 1のものをまとめてこちらに一覧で表示をしております。青字で書かれているものが今回の2023.1での新機能となります。ここでは簡単に概要をご紹介していきたいと思います。まず1つ目からダ a h 構造コンテンツですけれども、こちらはドイツ、オーストリア、スイス向けの構造コンテンツが 追加されましたよということですので、日本では基本的に使用しないコンテンツとなりますので、割愛をさせていただきます。2つ目、鉄筋セットの向きをフリップという機能。こちらは、レビットアイデアの投稿から採用された新機能になります。こちら、後ほど詳しくご説明をいたします。また、レビット2023では、構造解析のワークロー、解析モデルが物理ジオメトリーと別に 個別に設定できますよという新機能を2023年ご紹介をしましたけれども、そこに関わる追加の新機能をいくつか加わっております。こちらも後ほど詳しくご紹介をしていきます。また図面化に関してですけれども、構造用途パラメータのタグ表記という新機能が加わっております。こちら2023の新機能では、壁の構造用途パラメータに非体力を追加というものをご紹介しましたけれども、壁だけではなく、例えば針なんかには大張り、小張りと。 いったような構造用途のパラメーターございますけれどもこちらの構造用途パラメーターをタグとして図面に表記できるようになったというのがこちらの新機能でございますこれまで確認することのできなかったビルトインパラメーターがタグに使えるようになりましたよという新機能でございますここからは先ほど後ほどご紹介しますといった機能について詳しくご紹介をしていきたいというふうに思います まずデザイン生産性に関してですけれども、鉄筋セットの向きをフリップという新機能を追加されております。こちら、名前だけ聞くと、スペースキーで鉄筋セットの向きを変えていく機能かなと思われるんですけれども、そうではなくて、鉄筋セットをどっちの向きにこう伸ばしていきますかという方向を設定する機能でございます。こちらの絵、レビットのヘルプページにもある画像なんですけれども、こちらの絵が非常に分かりやすいかなと思います。 鉄筋セットを配置するときに、間隔と数というレイアウトタイプを設定するとき、例えば200ピッチで鉄筋を何個置きますよというふうにしているとき、まずフリップする前の状態ですね。最初にここが一つ目の鉄筋で、鉄筋の数を増やしていくと、こっちの方向に数が増えていきますよというこの状態で、この鉄筋セットを選択している状態で、右クリックのこの鉄筋セットをフリップと。こちらの機能をため 実行していただきますと、鉄筋がフリップされて、反対側の、こちら側の鉄筋が1本目の鉄筋になり、鉄筋の数を増やしていくと、こちらの右の方向に鉄筋が吹いていくと。いうことで、鉄筋の作られる向きが反転されるというのが、こちらの鉄筋セットの向きをフリップという新機能でございます。これによって、3D の鉄筋モデルをこれまでよりも簡単に作成をしていくことができるといったような新機能になっております。 続いてシミュレーションと解析のところで、構造解析の解析モデルの新機能についてご紹介をしていきたいと思います。まず1つ目は、解析用モデリングでのアシスト付き関連付けという新機能でございます。こちらは、新しく直接新規の解析モデルを作成するときに、ここに自動関連付けというボタンが新しくあわりました。これまでは、 新規で解析モデルを作成した際には、解析モデルを手動で物理ジオメトリーと関連付けということをさせる必要がありましたし、さらにその中のこのパラメータというのは個別に設定をしていく必要がございましたけれども、この自動関連付けというボタンをオンにして、解析モデルを作成をしていきますと、重なっている、作成した解析モデルと重なっている物理ジオメトリーと自動で関連付けがなされます。 またさらに、えーそのえー、物理ジオメトリーからこう持ってコピーしてくる必要のあるようなパラメータというのは、自動的にコピーがされて、えー、解析モデルの方にもそのパラメータが割り当てられている状態で作成がされます。といった新機能ですね。ですので、物理モデルがもともとある状態で、それに基づく解析モデルを作成していくときに、まあ、大幅な生産,性が生産性の向上が見込めます。こちらの動画でご紹介をしていきたいと思います。 今、この柱に対して解析モデルを作っていくことを考えます。解析部材を選択し、まずは自動関連付けを使わない場合ですね、この機能を使わない場合、解析モデルを作成すると、このように解析モデルには、何の関連付けもされていない状態になります。ですので、関連付けを追加で、この柱を手動で関連付けしていくことになります。関連付けされた後に、 この解析モデルを見てみますと、関連付けのチェックはつきましたけれども、パラメータは入っていないので、断面タイプなんかは、この後、手動で入力をしていく必要がございます。この状態でようやく同じ断面が設定されました。一度、こちらの部材を消しまして、新機能の部材を作成時に、自動関連付けをオンにした状態で、同様に解析モデルを作成していきます。こうすると、このようにすでに断面が配,配置されているのが分かります。 関連付けもなされていますし、パラメータの方、こちらも割り当てられた状態で解析モデルが作成されています。関連付けをハイライト表示することで、実際にこの柱に関連付けが作られているということが分かるかと思います。こういった新機能でございます。続いて、構造解析用モデルから物理モデルの自動化という新機能でございます。Rebit2023 からこの解析の自動化というボタンがありまして、Rebit2023 では、 建物の物理モデルがまずあるときにコマンドを実行すると解析モデルができますよという新機能がございました。新機能ご紹介のセミナーでも逆はできないんですが解析モデルから物理要素を作ることはできないんですかというご質問をいただきましてその23の際にはできませんという誤解としておりましたけれども23.1で常に逆,逆の解析要素の方から物理要素を作ると。 という新機能が追加されましたので、解析モデルを先に作って、それから物理モデルを作っていくんだというワークフローに対しての自動化も実現,さ実現がされました。こちらも動画でご紹介をしていきたいと思います。図のように、このように既に解析モデルがある状態、もう断面も割り当てられている状態の解析モデルで、解析の自動化、こちらのコマンドを実行していただきますと、このようなダイナモプレイヤーが立ち上がってきます。 これまで一つでしたけれども、二つダイナのプレイヤーがございます。下の方ですね、建物の物理要素から解析要素の作成というのが2023からすでにあった機能でございます。23.1で追加されたのはこちらの解析要素から物理要素の作成ということで、こちらのコマンドを選択していきます。まずは作りたい解析要素を選択を押していきます。ガッとまとめて他の要素もとを選択してしまって構わないです。細かな設定ができますけれども、 とりあえずこの実行を押していただくことで、この断面にあった状態の解析モデルが作成されます。このようにワンボタンで解析モデルから物理ジオメトリーが作成されたと、自動的に作成されたということが分かるかと思います。続いて解析モデル、もう一つ最後の機能ですね。解析モデルの局面解析用パネルと、もう一つは押し出しという機能ですね。 まず一つ、解析用パネルの作成の際に23まではこのパネルのところにドロップダウンメニューはなかったので、パネルを選択すると、基本的にこの境界点を選んでのパネルの作成となっていましたけれども、ドロップダウンでパネルの押し出しという機能が新しく加わりました。こちらの押し出し出 使っていただくことによって、直線、曲線ポリゴンだったり、あとはジオメドレの選択というものも対応しておりますけれども、作成した直線だったり、曲線に対して、押し出しで作業面に対して垂直方向に解析用パネルを作成していくことが可能になりました。で局面の解析用パネルというものは、この曲線を書いて押し出しでのみで作成できます。 以前からありました、このパネル境界の方では、局面の解析用パネルは作成できないんですけれども、新しく加わったこの押し出しという機能によって、局面の解析用パネルが作れるようになりました。レビットも、レビット本来の,の新機能で、こういう局面壁だったり、四角形でないような建物にも対応するような機能が多くできてきておりますけれども、解析モデルの方でも、そちらに対応したというようなことで、解析モデル作成の精度、 だったり、まあ、自由度が向上されたという新機能になります。構造系の新機能については以上です。